体調が悪い時の食事なんですけれども、免疫細胞ある程度糖質を取った方がちゃんと働いてくれます。もし減量中でしたらローファットの方にした方がいいと。皆さんこんにちは、山本芳生です。今回は風邪などの体調不良でトレーニングができない時にどうするか、それについてお話していきたいと思います。まず風邪ですとかインフルエンザ、これは免疫系の問題ですけれども、ここで一番大事なのはトレーニングをどうするかどうかなんですが、トレーニングはひどい風邪の時、インフルエンザの時はもう完全に休むようにしちゃってください。これがですね、そんなにひどくない状態、ちょっと熱っぽいなぐらいの時にはトレーニングしても全然問題ないんですけれども、ウイルスが全身に回ってしまってちょっと筋肉が痛みが来る、関節が痛いというような時にはトレーニングはしない方がいいです。そしてどうするかというと、まず筋肉を守るためにも免疫を高めるためにもグルタミンはどんどん飲むようにしてください。最低1日 15g、 5g のグルタミンを1日3回ぐらいに分けて取る、これぐらいを最低で取るようにしていただければと思います。もしグルタミン、携帯的に余裕があっていっぱい飲めるというような人は1日 30g ぐらい飲んでも全然問題ないです。 5g を6回ですね、それぐらいに分けていただくと筋肉も守れますし免疫も高まってくるということになります。そしてグルタミンと合わせて取っていただきたいのがアルギニンです。アルギニンだけでなくアルギニンプラスシトルリンとかでもいいんですけれども、アルギニンもグルタミンと同じぐらい取ってしまって構いません。ただ15g とか 30g のアルギニンになりますと結構な量になりますので、あんまり長期に取るのは本当は良くないです。アルギニンとかシトルリン取りすぎてしまうのもあんまり良くないですけれども、ちょっと風邪とかで体調が悪い時に 15g ぐらい取るのは全然問題ないということになりますので、アルギニンとグルタミン同じタイミングで結構ですので一緒に取るようにしていただく、そうすると免疫も高まりますし筋肉も守れるということになります。そして体調が悪い時の食事なんですけれども、免疫細胞ある程度糖質を取った方がちゃんと働いてくれます。ですのでよくケトで減量している人いると思うんですけれども、風邪をひいてしまったという時にはある程度の糖質を取った方が早く治るということになりますので、ここではローファットでいいと思います。減量ではなくて普通にバルクアップの時だったらいっぱい食べていいと思うんですけれども、もし減量中でしたらローファットの方にした方がいいと、ある程度の糖質を取っていくということになります。そしてトレーニングずっと休んでいるんですけれども、どれぐらい休むかですね。もし2週間ぐらいでしたらそんなに気にしなくていいです。2週間完全にトレーニング休んでしまったとしても筋力はそんなに落ちないということが分かっていますので、もちろん病み上がりは体調が完璧ではないので重いのは使えないんですけれども、本来の筋力そんなに落ちているわけではありませんので焦らなくていいです。もし1ヶ月休んでしまったというようなことになってしまいますと、かなりですね体調体力全体的に落ちてしまっています。このような時はいきなりトレーニング前と同じようにやらない方がいいです。少しずつ回復させていくということですね。どれぐらいで回復させていくかとなりますと、その人のトレーニング歴とかでも変わってくるんですけれども、だいたい3、4回で元に戻すというように考えていただければと思います。ですので最初のトレーニングではそれまでやっていたトレーニングの重量の 70%、 次のトレーニングでは 80%、 3回目のトレーニングでは 90%、 そして4回目のトレーニングで元通りに戻すというような感じですね。これはパワーリフティングとかの世界でもピーキングと呼ばれていて、週ごとに軽い重量からだんだん上げていく方法があるんですけれども、むしろそうすることによってそれまでよりも重量が伸びたということが結構あります。ですので70、80、90、100で、それまでずっと100の重量でやってたと思うんですけれども、その次にもしかしたら 105% でできるようになるかもしれない、むしろ休んだことによって伸びたということは十分にありますので、いきなり焦って戻そうとしないでですね、3週間、4週間かけてゆっくりと戻していく、そのようにしていただいた方がむしろ伸びるということはあります。
ですので、まあ、風邪とかインフルエンザでですね、トレーニングできないからといって、まあ、落ち込むことなく、むしろこれは伸ばす機会、休む機会だというように捉えていただいて、しっかりと体を休めて回復させていただければと思います。はい、それでは Q&A の方に移りたいと思います。筋トレした後筋肉痛が1週間治らないんですが、これは治るまで筋トレしない方がいいですか？1週間筋肉痛が取れないっていうのはですね、もしかしたら肉離れしてるんじゃないかという可能性もあるんですけれども、まあそうではないとして、普通の筋肉痛だとしますと、これはちょっと回復が 遅すぎるということがあります。筋肉痛を早く回復させるには主に2つ取っていただきたい栄養素がありまして、ビタミン B 群、そしてビタミン E ですね。この2つを取っていただくと筋肉痛結構早く回復してくると思います。まあ、さらに追加するならグルタミンも有効になってくるんですけれども、ちゃんとビタミン B 群と E を取って、さらにグルタミン取っていただければ1週間も筋肉痛が続くことはまずないかと思います。で、ご質問の方でですね、治るまで筋トレしない方がいいんですかとありますけれども、おそらくですけれども、これだけ長引く筋肉痛ということは、ずっとトレーニングしてなくて久しぶりにトレーニングして筋肉痛ということだと思います。そのような場合、むしろ軽く動かした方がいい、治るまで筋トレしない方がいいんですかというようなご質問ですけれども、逆に筋トレし軽くした方が早く治るということになります。トレーニングしてもう翌日すごい筋肉痛が来たとなりますと、その翌々日ぐらい、まあ3日ぐらい置いたところで軽い重量でパンプアップだけさせるようなトレーニングですね、そのようなトレーニングをした方が疲労物質とかも早く流れていって、むしろ筋肉痛が早く治る可能性もあると思います。ですので、まあ、筋肉痛が長く続くからといって、まあ、10日2週間休んでしまうのではなくて、逆に軽いトレーニングを挟む。ですので、ヘビーデイライトデイ、ヘビーデイライトデイというような感じでですね、交互にやった方が回復も促進されますし、筋肉痛も早く治るということになりますので、長く続く筋肉痛の場合はむしろ軽くトレーニングするというように覚えていただければと思います。はい、今回は体調が悪い時の対策、そして筋肉痛が長引いた時の対処法についてお話しいたしました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バルクスアルギニンシトルリンパウダー、これまではですね、アセロラ風味とても美味しくて好評をいただいていたんですけれども、この度こちら新フレーバーが出ました。ブラッドオレンジ風味となります。どんな味なのかちょっと気になりますので、飲んでみたいと思います。こちらです。はい、もう見るからにブラッドオレンジですね。実際にでは飲んでみましょうか。ブラッドオレンジです。もう本当に見た目のブラッドオレンジっぽい感じの味ですので、前のアセロラも本当に美味しかったんですけれども、こちらのブラッドオレンジ、こちらの方が好みだという方も結構いらっしゃると思いますので、ぜひお試しいただければと思います。こちらのブラッドオレンジ風味のアルギニンシトルリンパウダー、本日より発売となりますので、詳細は概要欄の方をどうぞご覧ください。